アッコロカムイが住むと伝えられた北海道、噴火湾アッコロカムイを持つカムイは、アイヌ民話に伝わる巨大なタコ。漢字では、大ダコと表記する。北海道の噴火湾に住んでいるとされ、湾の種とも言われた。足を広げると1ヘクタールもの大きさで、船やクジラも一のみにしてしまうという。体全体が赤く、アッコロカムイの付近は、海はもちろん、空までが体色を反射して、 赤く染まっていたという。船が迂かつに近づくとアッコロカムイに丸呑みにされてしまうので、人々は海や空が赤く染まっている光景を見ると決して近づかず、漁に出るときは用人のために大釜を携帯したという。アッコロカムイの言われとして、次のような民話がある。かつて、レブンゲの地に巨大な雲の怪物、ヤウシケブが現れ、家々を破壊し、土地を荒らし回った。 恐れをののく、人々の声は神々の耳に届き、海の神レプンカムイが地上の人々を救うためにヤウシケプを海に引き取ることになった。そうして、噴火湾内に引き入れられたヤウシケプは姿をタコに変えられ、アッコロカムイとして意を振るうようになったのだという。なお、民族学研究所による日本妖怪変化彙にもアッコロカムイの記述があるが、解説では、 大凧と書かれているものの、凧とは書かれておらず、そのためか一部書籍では、アッコロカムイは凧ではなく巨大な魚と記述されていることもある。アイヌには、他にも、噴火湾の大きな化け物の話が伝わっている。ある昔話では、川から流れてきたモールが化けた、厚いカクラ、または、あいカクラという巨大ナマコが住むといい。 流木などに口をつけて海上に浮かんでおり、近づいた漁船をひっくり返すという。また、沖の長老を意味する、レブンエカシという名の化け物もいると言われ、これは八頭ものクジラを飲むゴムという。ある時に二人の漁師が飲み込まれたが、腹の中で火を焚いたので、吐き出されて命拾いしたものの、レブンエカシの毒に当たったのか、頭髪がすべて抜けて、頭がはげ上がってしまったという。 北海道室蘭近海では、熱い頃絵カシというオモがおり、船を飲み込む巨大な赤い化け物と言われ、これをレブン絵カシと同一のものとする説もある。この記事は以下のカテゴリでも参照できますヤウシケープに関するカテゴリ。ありがとうございます。